はい、今回はパディングのプロパティについて勉強してみたいと思います。パディングなんですけれども、考え方としてはですね、これは、余白の一種であるということは間違いありません。どのような余白なのかというとですね、実際には、ボックスの内側に当たる、内側に当たる余白、これ正確にはですね、ボックスの中で、ボックスでも、ボーダーですね、そのボックスに引かれる線の内側に当たる余白という意味合いになります。これをですね、うまく扱うことによって見栄えを良くしたり、見やすくしたりということが可能になりますので、ぜひ、今回押さえておきましょう。今回登場するプロパティですが、今、もうすでにタイトルにも出てきている通り、パディングというものがあります。そしてですね、これは4つに分けて書くことができるというものになります。具体的にはパディングトップ、パディング、ライト、パディングボトム、パディングレフトというふうに、上下左右に分けて書くことができます。これをどれぐらい開けるのかということを書いていくということになります。では具体例で見ていきましょう。今回このように P タグの外に DIV タグがあるというタイプのものを一つ用意しておきました。 CSS は特に今のところですね、説明に必要な部分以外は書いていません。具体的にはこのように見えます。DIV タグに点線を引かせています。ですのでこれが DIV タグのエリアだよということをなんとなく覚えておいてください。外を囲んでいるエリアがここにギリギリにあるという状態から話を始めましょう。黒く塗られている部分が今回の、P タグのエリアになります。 P タグで囲まれているエリアが今黒く塗られている状態です。ではこれにですね、パディングを追加してみたいと思います。ではですね、パディング、まずバラバラに書いてみましょう。パディングトップを10ピクセル、そしてパディングライトを20ピクセル、そしてパディングボトムを5ピクセルにして、パディングレフトを、そうですね、ちょっと広めの30ピクセルにしてみましょう。このようにして保存しました。上が10、右が20、下が5、そして左が30になればいいということです。これを更新してみるとこのようになりました。塗られているエリアとしては基本的にはイメージは変わりません。ただですね、上から10ピクセル、20ピクセル、下から5ピクセル、左から30ピクセルというふうにスペースが空いて、それでですね、それによって押し出された分行数が増えてしまったので、縦に伸びましたけれども、隙間の空き方としては先ほどの密着した感じではなくなりました。ちょっと分かりづらいかもしれないので、ここではですね、テキストアラインをジャスティファイというふうにしておきましょう。そうすると、このようになりますね。少し分かりやすくなりました。ここが20ピクセル、こっちは30ピクセルがちょっと見やすくなりましたね。このようになるということです。これですね、実際にはまとめて書くことができます。まとめる場合には、パディングで書くということになります。パディング、何もつけない。パディングですね。これで書いていくことで、順番に、指定することができます。どのように書くかというと、時計でいう12時の方向から時計回り、つまり上、右、下、左の順番で、指定をスペース区切りで書いていきます。例えば10ピクセル、20ピクセル、5ピクセル、30ピクセルというような流れです。これで今下に書いた、これらとですね、同じような指定ができているということになるわけです。では代わりにこの状態にして更新をしてみましょう。すると見た目は変わっていません。実際に同じ指定ができているということがわかります。さあ、ではここでですね、いくつか指定の数を減らしてみましょう。まず例えば30がなかったとしたら、つまり数字が3つしか指定されていなかったらどうなるのか見てみましょう。更新するとこのようになりました。30ピクセルだったところが少し狭くなりました。どうなっているかというと、今回ですね、上の指定があって、右の指定があって、下の指定があるということなので、左の指定が抜けています。左がないということで、左の
反対側、つまりは右に当たるところの指定を左も使っているということになります。ということで右と左のスペースの置き方が同じようになったということになります。同様にしてこれを2つに減らしていくと下の指定がなくなりましたので下の反対側、つまりは上の指定が下にも適用されるということになります。というわけでこのようになりました。そしてこれがさらに減っていくと一つしかありませんので全て同じという意味合いになります。全て同じの10ピクセルの状態がこの状態です。もしですね、スペースのない状態を作りたいのであればここに0と指定してあげるとマージン、パディングですね、パディングのない指定をしてあげたければ0と指定してあげるとこのように左右が密着した状態などを作ることができます。これらをうまく使うことによって、ボックスの、エリアをうまく活用することができますので覚えておきましょう。またですね、この際にどのようにパディングを指定したとしてもパディングされているエリアも背景が塗られているということも確認しておきましょう。これは非常に後々重要なポイントになるはずです。今回はパディングについて、勉強しました。